休憩前に引き続き会議を行います。休憩前の議事を継続し討論を続行いたします。菊池和秀議員に発言を許します。菊池議員、私たち民主市民フォーラム京都市会議員団は、今議会に上程されている議第1号から15号および議第164号について賛成の立場を表明しております。その立場から討論いたします。まず一般会計予算についてです。令和6年度の予算は令和5年度予算に続き収支均衡予算とし、一般会計は9541億円を計上されました。実質財源である市税の3178億円は過去最高であり、対前年度比50億円の増収を見込み、地方交付税等は755億円を見込んだ結果、一般財源収入は4608億円であります。令和元年度から177億円を増加し、コロナ禍から日常を取り戻す方向での予算編成を実施されました。財政状況は改善の傾向はあるものの、一方で公債償還基金の必要以上の取り崩し分の返済、高齢化等による社会福祉関連経費の増加、景気変動リスクなど財政について予断を許さない状況にあるのは事実であります。令和6年度予算については持続可能な行財政の確立に向け、コスト削減、民間資金の獲得や保有財産の戦略的な活用の推進など、歳入歳出の両面での改革により、市民に思いやり、心意気が伝わるように、住民参加型の京都ならではの行財政改革を推進され、松井市長自身が施策を点検し、さまざまなご意見を積極的に広く頂戴し、行財政改革を進めていかれることを求めます。子育て・教育環境充実、都市計画の見直しや企業立地促進、人口減少対策の成長戦略の推進、市内経済の成長を促し、関税力を強化していき、強い財政基盤を確立することを併せて求めておきます。ほか、いくつかの意見、要望を述べます。防災・減災については、都市計画局では、町の匠プラス、京町屋や木造住宅耐震化支援事業や、密集市街地の小道改善対策などのハード・ソフト両対策、行財政局では、災害備蓄品の品目の拡大の予算増は、能登地震の被害を受けてのこともあり、早急な手を打とうとした表れだと思います。引き続き公助を強化し、災害に強く安心安全で暮らしやすい京都市を目指すことを求めます。パークアップ事業については、昨今の課題でもある公園愛護協力会の高齢化、担い手不足や遊具の老朽化などの問題を解決しようと考えられた施策だと感じております。地域主体の公園管理では、多様なサポート団体が運営支援をすることによることで、民間や若者が関われたり、地域との合意が取れたら、憲兵率上限 12% の新たな交流施設を設置できるなど、地域コミュニティに新しく住民参加ができるきっかけになるのではないかと期待しております。公園は地域、民間、行政で協力をすることにより、活動が今後展開されることを求めます。中学校給食の推進については、さまざまな議論がある中、本市では給食センター方式が最適だとする考えについて、初期コストとランニングコストが441億円に抑えることができるとのことで、財政状況を踏まえると最適だと考えます。ただし、給食の配送時間などの不安要素もあるのは確かですので、しっかりと議論することを求めます。ギガスクール構想と生成 AI の活用については、小中高校生に対して、一人一台端末を活用した精神的な学びや、
チャット GPT などの生成 AI を活用した取り組みについては、本市は力を入れてこられて、特に AI の存在を正しく認識し、情報リテラシーの向上など、今後の時代を見据えた教育だと思っています。より一層の取り組みを推進していただくとともに、フェイクニュースなどの嘘の情報に惑わされない人を育てていくことを求めます。次に、公営企業会計予算についてであります。交通局については、地下鉄事業では、来年度の乗客数見込みでは、乗客の利用が一番多かったコロナ前の令和元年度との比較では、-3.7% と予想し、経常損益は -3億円の赤字を見込んでいます。今年度でバス1日乗車券の利用が停止になる中、地下鉄バス1日券の PR など、定期外の運送収入増加につながる取り組みをお願いいたします。また、地下鉄をはじめとする鉄道と市バスを上手に組み合わせた観光ルートの積極的な案内などに努めることを求めます。市バス事業では、来年度の乗客数見込みでは、令和元年度と比較では、-7.4% と予想し、経常損益は -6億円の赤字を見込んでいます。令和6年6月から新運転計画を発表されました。バス車両の給料の乗車をし、観光特急バスの2路線を走らせる上で、市内全体では通勤や通学、買い物などの市面の利便性の向上を図られます。バス路線の仕組みは、市内中心部の12系統の黒字路線を含む74系統ですが、外国人を含む観光客の市内中心部からの周辺部に分散するなど、周辺系統を中心に62系統の増収対策を求めます。両事業ともお客様数の回復を見込むことが難しい中、輸送の安全の確保のための車両設備の老朽化対策や、燃料費、人件費などの高騰の影響が大きく、赤字予算を計上しています。来年度はアフターコロナに向けて、京都市交通局、市バス、地下鉄事業経営ビジョン改訂版の見直しをされます。本市においても、運転手、整備士などの担い手の確保や、育成が大きな課題である中、子ども真ん中社会の実現や、誰もが安心して住み、学び、働くことができ、誰もが訪れ、楽しむことができる都市成長戦略に貢献する姿勢で、攻めの経営を展開し、持続可能な民間鉄道、バスを含めた本市交通網の構築の一役を担っていくことを期待します。上下水道業については、節水型社会の定着と令和2年度からのコロナ禍の影響により、来年度令和6年の使用水量は、水道、下水量ともに前年度決算見込みから横ばいであるが、使用量の収入は水道プラス 0.3 億円、下水道はプラス 0.7 億円の微増を見込んでいます。ホテル、旅館等の観光業、繊維関係などの工場など、料金単価の高い事業の今後の経営環境の変化に対応することにより、今後の収益構造に取り組むことを望みます。令和6年度は、都の水ビジョンの後期5年間の実施計画の2年目です。ですが、利益である建設改良積立金は、5年間で水道事業は76億円、公共下水事業では119億円をプランの目標に掲げています。令和5年度、令和6年度もともにプラン目標金額を超えていますが、建設改良積立金はその年度中に管路の更新などの建設改良事業に充当しているため、単年度における利益は非常に重要であることは言うまでもありません。都の水ビジョンの確実な実施や企業債残高の削減も連動しているわけであり、結果的に建設改良積立金を今後も準備することを求めます。震災対策では、耐震性における初期タグタイル、中鉄管の更新、除水施設、排水池などの耐震化率の計画的な向上に取り組まれることを含め、災害時における水道、下水道の安心安全な施設管理を実施していただくことを同時に、能登半島地震後の状況は京都市民の目の当たりしたところでもあり、これを機にますます市民のご理解とご協力のもと、あらゆる災害に対する危機管理対策を進めていただきたいと思います。以上で賛成討論を終わります。ご清聴誠にありがとうございました。
次に片桐直也議員に発言を許します。片桐議員。私は議第1号令和6年度京都市一般会計予算について賛成の態度を表明しておりますので、今後の市政運営と予算執行において留意いただきたいことを申し上げ討論いたします。本予算案は第一次編成であり、基本的には義務的な事業や継続的な事業に要する経費が計上されております。税収増もあり、収支の均衡も保たれた編成となっており、前提として大きな課題のある内容ではないものと認識をしています。その上で何点か申し上げます。まず、市政運営の基本的な考え方として示された対話を重ねながら課題解決を図る市民参加型の行政の推進は非常に大切なことであり、私も大いに期待するところです。しかしながら、この対話が行政の立場や考えを理解していただくためだけの対話になっては、市民との厚い信頼関係の構築はできません。決まったことをどう理解していただくかではなく、構想段階から関心を持つ市民が幅広く参加し、共に中身を作り上げていく、時には元の計画を別の形に変えていく、そのための対話でなければなりません。また、そうした対話や参加の一つの受け皿である地域コミュニティについても、審議の中で議論いたしました。現状に目を向ければ、高齢化による担い手不足や空洞化は深刻です。負荷が重すぎる人がいる一方で、生活や仕事が忙しく、興味や関心はあるのに参加ができない若い人も多くおられます。また、地域に関わるきっかけがないことで孤立してしまっている人もいます。若い世代や移住者に選ばれる町を目指していくためには、価値観やライフスタイルの多様化に合わせ、地域コミュニティの仕組みも地域と行政の関わり方も変えていかなければなりません。番組小学校やコミュニティスクールなど、古き良き京都の地域の形へのノスタルジーだけではなく、まさに外から来られた方や若い方の価値観も取り入れながら、今までの地域の仕組みややり方を変えていくこと、そのことを通して、さまざまな属性の人が支え合える地域の再構築に取り組むことが必要であることを指摘しておきます。次に、今後の財政運営に対してであります。税収は増えておりますが、日本全体が物価上昇の局面にあることを考えれば、人件費や物件費など、今後の行政経費の上昇を社会保障費の増とともに見込まなければなりません。税収が増え、財政に余裕が出たといえる状況ではなく、先行投資として財政支出を増やし、財政悪化を招いた数年前の状況に戻ってはなりません。投資的経費は一定規模は必要でありますが、成長戦略、先行投資としての大型プロジェクトよりも、公園の維持管理など、細かな事業を重視しつつ、また、施設の集約化なども進めていくことで、当面は170億円のギャップを堅持することを求めておきます。これまでの負債を前倒して返していくことと、現在の行政ニーズを満たしていくこととのバランスを考えた財政運営は当然のことでありますが、これまで市民負担を増やさざるを得ない一方で、ここにはこれだけのお金を使うのかという疑問を多くの市民に持たれ、そのことが市政全体の信頼を損なってきたことも事実であります。数字上の財政改革ではなく、お金の使い方が本当に意図した効果を上げ、市民満足につながっているのかの検証と、かねてから議論をしてまいりました町内でのオープンな議論と、局ごと課ごとの縦割りを排したより
効率的な行財政運営の確立に向けた取り組みを進めることが必要です。少子化、人口減少対策については、日本全体の出生数が大きく減少する中、他都市との人口の取り合いではなく、純粋に子どもの数が増える取り組みとしていくべきであり、これは現在の子育て世帯に向けた施策のみならず、広く若年層に向けた手立てが講じられなければなりません。これらについては、二次編成以降の予算を注視してまいりたいと考えております。中学校給食の実施方式については、昨年秋に方向性が示されて以降、市会において、さまざまな角度から議論が重ねられてまいりました。令和10年度にすべての中学校で実施するというスケジュールは厳守せねばなりませんが、センター1か所からの配送になる計画については、配送時間の懸念やリスク分散の観点から、センターに加え、一部に他の方式を組み合わせるなど、これまでの議論を踏まえ、柔軟に検討し、具体的な実施方式を組み立てることを求めてきます。京都の文化や景観については、目先のお金にとらわれて、大切な文化や景観が失われていっていると危機感を持つ市民が多くおられます。今ある文化や景観を材料にして、いかに稼いでいくかということではなく、100年後の京都の文化や景観のあるべき理想像を市民と共に描きながら、そこからバックキャストし、今、何に取り組んでいくかを考え、政策を展開していくことが必要です。単に文化、首都という言葉を冠するということではなく、持続可能な経済というものが世界的なトレンドとなり、投資や人の移動も文化や環境や歴史的な景観などを大切にするところに集まる時代になったからこその、世界基準の発信力を持った京都の文化政策や景観政策に期待するところです。重層的支援体制の構築をはじめとした福祉施策については、予算にも含まれる現在の取り組みはもちろん必要であり、重要なものであると考えています。しかし、現状の取り組みを続けるだけで、とりわけ不足する訪問介護、ヘルパーなど人材確保が十分に進むと言えるのか、介護によって離職を余儀なくされるということをゼロにできるのかといえば、そこまでの安心感を市民に持っていただくには至っていません。今後も増加する高齢者人口を考えれば、根本的な解決は難しいものではありますが、課題を抱える市民と一緒に悩みながら寄り添い、それぞれがどういった役割を果たせるのか考え続けていくべきであります。北陸新幹線の延伸については、財政負担や環境負荷、水源の問題など、一定の課題認識をお持ちであることは、議論を通して理解できました。しかし、京都市として明確な姿勢を示さないままに、一つ一つ既成事実が積み上がり、結局は現在の計画されている京都の地下ルートになってしまうのではないかという、非常に強い危惧を持っております。北陸と近畿の結びつきを考えれば、敦賀から先の整備が必要であることは認めるところですが、ルートの議論は国任せということではなく、まさに京都市に関わる部分については、早い段階から広く市民が主体的に議論に参加できる機会を確保していくことを求めます。最後に、今後も次期総合計画をはじめ、さまざまな計画が作られていくことになります。これまで作られてきた成長戦略や人口アクションが、ともすれば、現在、各局が取り組んでいる施策を寄せ集めた形でまとめられ、明確な未来ビジョンが市民に伝わりにくいものになっていなかったかを反省点に置くべきと考えております。京都市の今の取り組みに合わせて計画を作っていくのではなく、気候変動やジェンダー平等、貧困や格差などのグローバルな課題を視野に置き、その中で京都の市民の暮らしがどうあるべきなのか、今、何に取り組むべきか、どのような未来像を市民の共通認識にするのか、そうした視点を持った上で、市民参加の議論を積み上げ、市民一人一人の行動につなげていける、そうしたプロセスを実践していくことが必要です。国や府との連携はもちろん大切ですが、国や府の政策に足並みを合わせて財源を確保していくという小さな発想にとらわれず、
地域主権時代の先端を行く京都市として、グローバルな視野で市民と作り上げた政策で国の政策を引っ張っていくというぐらいの気持ちで市政運営に当たっていただくことをお願いし、賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。次に平田圭議員に発言を許します。平田議員。私は議第1号令和6年度一般会計予算について賛成の立場を表明しておりますので、その理由を述べ討論を行います。令和5年度本市においては、コロナ禍からの社会活動の正常化が進み、徐々に経済活動が活性化し、緩やかな持ち直しが続いています。その一方で、世界的な物価高、エネルギー、食料価格の高騰、世界的な景気後退懸念など、経済を取り巻く環境には厳しさが増しています。我が国は30年に及ぶデフレ経済に悩まされてきました。この30年は人への投資、未来への成長につながる設備投資が削減され、低成長と低賃金から抜け出せず、さらなるデフレ経済への悪循環を招いてきました。今こそ人への投資やデジタル、グリーンなど成長分野への投資を拡大させていかなければなりません。本年は33年ぶりに 5% を超える賃上げ水準となり、日経平均株価もバブル期の高値を34年ぶりに上回るなど、賃金と成長の好循環が動き出しています。全国的にはこのようなデフレ経済からインフレ経済へという状況の中、本市においては昨年度、国、そして京都府としっかりと連携をした物価高騰対策による事業者の下支え、本市の経済活動や市民生活の下支えにしっかりとした取り組みを進めるとともに、本市の依然として厳しい財政状況による行財政改革においては、羽ばたけ未来へ都プラン、同じく同年8月に策定された行財政改革計画の取り組みにおいて、これまでから職員数の削減や時間外勤務の縮減による働き方改革、組織の再編や資産の有効活用、さらには民間活力の活用など、持続可能な行財政運営に道筋をつけてこられました。新しく市長に就任された松井市長においては、明確なビジョンを打ち出し、財政の安定化を図りたいとして、新たな行財政改革の策定を表明され、子育て世帯や若者の移住、定住をはじめとする本市の成長戦略の推進など、突き抜ける魅力のある文化首都として、本市の将来、未来のため、市民や事業者の皆様としっかりとした対話を重ねながら、市民参加型の行政を着実に進めていくことによって、市民の皆様の理解を得られる行政運営を推進し、本市の政策に対する信頼、市民と行政の信頼が強固なものとなるよう取り組んでいかれることを求めます。また、本市の財政状況については、いまだ残る過去負債も含め、依然として厳しい状況であるという認識のもと、中期的、長期的な計画による持続可能な財政運営の構築が必要であり、新たな行財政改革策定の際には、市民サービスの削減や負担増にならないこと、今後の財政状況について市民にしっかりと情報を開示すること、そして投資的経費を適切にコントロールすることを強く求めます。その他主な取り組みについて要望を申し上げます。本市の経済状況につきましては、冒頭申し上げたとおりでありますが、都市の成長戦略において、地元企業の経営基盤の下支え、企業誘致の促進、スタートアップ企業の支援が欠かせません。全国的な少子高齢化や人口減少に歯止めがかからない中、本市における人口減少、人口流出に歯止めをかけるためにも、大学生や若者、子育て世帯の市内企業へのさらなる就職支援が必要です。また、京都サウスベクトル、洛南新都計画などの都市計画の見直しによる企業誘致、
産学校の連携によるスタートアップ支援、新事業創業支援などについても、厳しい財政状況ではありますが、引き続きしっかりと予算を確保していただき、総合的な政策については、民間事業者とも連携をすることによって、引き続き取り組んでいただくことを求めます。次に、防災・減災対策についてです。元旦に発生した能登半島地震において、本市職員の皆様が全庁を挙げて被災地支援に取り組んでいただいておりますことに、改めて敬意を表します。そして、本予算におきましては、命と暮らしを守る防災・減災対策として、現地からの派遣職員の皆様の声をしっかりと聞いていただき、防災インフラの強化や建物をはじめとした耐震・防火対策の強化など、現状の課題について迅速に対応いただきましたことを評価するとともに、本市におきましては、今後30年以内に発生する確率の高い南海トラフ地震や、予期せぬ未曾有の災害に備え、さらなる防災・減災対策に努めなければなりません。基礎自治体としての市民の命と財産をしっかりと守れるよう、さらなる取り組みの充実を図ることを求めます。最後に子育て支援についてです。本市はこれまでから子育て環境日本一を目指し、京都府とも連携をし、取り組みを進めてこられました。しかし、人口減少に伴って、本市においては合計特殊出生率は下がり続けており、子育て支援策を強化する必要があると考えます。子育て世代や若者から選んでいただける都市になるために、行財政改革と並行しながら、子どもの健やかな成長に何が必要なのかということを考え、育みアクションを力強く推進し、市民ニーズに即した支援を推進することを強く求めまして、私の賛成討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。次に田中明秀議員に発言を許します。田中議員。自由民主党市会議員団は、議第12号令和6年度水道事業特別会計予算ほか3件について賛成するとの態度を表明しております。私は議員団を代表して、その理由を述べ、討論といたします。まず、市バス地下鉄事業について申し上げます。令和5年度は、新型コロナ感染症の位置づけが5類に移行したことにより、コロナ禍前の状況には及ばないものの、市バス地下鉄のご利用は回復傾向にあり、さらには経費の執行抑制や平均乗車単価の改善などを行った効果もあり、令和元年度以来4年ぶりに市バスで6億円、地下鉄が8億円の経常黒字となる見込みですが、市バス事業においては国からの支援、6億5千万円がなければ、実質的には5千万円の赤字と、今なお厳しい経営状況になっております。令和6年度予算においても、コロナ禍前の状況までお客様数の回復を見込むことが難しい中、輸送の安全確保のための車両設備の老朽化対策や、燃料費、人件費等の高騰の影響が大きく、市バスで6億円、地下鉄で3億円の赤字を見込むなど、市バス地下鉄事業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況が続くことが想定されます。このような状況の中で編成された令和6年度の市バス地下鉄事業の予算について、経済健全化の推進と市バスの混雑対策という2つの大きな課題に立ち向かうものとして、事業の根幹である安全・安心の取り組みのほか、お客様の利便性・快適性の向上、経費削減と収入増加など明確な理念に基づく、なりふり構わない経営改善の取り組み、さらには担い手確保のための担い手不足への対応や、働き方改革の実践、子育て世代への支援などの
社会課題解決や都市の成長戦略への貢献など、厳しい状況下においても、将来を見据えた新たな展開も予想されており、予定されており、こうしたことは評価できます。特に市バスの混雑対策につきましては、観光利用の本格的な回復により、市バスの一部路線、時間帯で生じている混雑を解消するため、令和6年6月実施予定の市バス新ダイヤにおいて、ご利用状況に応じた輸送力の再配分と増車等により、市民生活と観光の調和を目指した路線ダイヤを編成することとされております。その中でも、初の取り組みとなる観光特急バスにつきましては、市民利用と観光利用の住み分けを図るため、効果検証をしっかりと行いながら取り組んでいただくことを強く求めます。次に、水道事業及び公共下水道事業についてであります。今年1月に発生した能登半島地震では、広範囲にわたる断水の発生や下水道の損壊により、市民生活への影響が深刻なものとなり、ライフラインとして水道、下水道が果たす役割の重要性が改めて強く認識されたところであります。上下水道局におかれましては、能登半島地震発災後、応急給水活動や水道、下水道の応急復旧作業のため、昨日まで延べ217名もの職員が被災地で支援活動に従事され、現在も懸命に復旧作業に従事していただいております。改めて支援活動に従事された職員の皆様に敬意を表したいと思います。そうした中、上下水道事業の令和6年度予算は、中期経営プランの2年目として、物価高騰の影響等により、引き続き厳しい経営状況にある中、重要なライフラインである水道、下水道を守り続けるため、事業面では管路、施設の改築更新、地震対策や水浸対策等の事業を着実に進めるとともに、財政面では業務執行体制の見直しや民間活力の導入等、効果的な事業運営に努めることで、建設改良のための積立金の確保や、企業債残高の削減においても、プラン目標を達成できる見通しであるとのことであり、全体として評価しております。とりわけ、いつ起こるかわからない地震に備えた対策として、総額約330億円を投じて、上下水道事業の根幹とも言うべき管路施設の改築更新、地震対策を着実に推進することに加えて、能登半島地震の状況を踏まえ、応急給水に活用する仮設給水槽の配備や、災害用マンホールトイレの設置について、計画を前倒し次第実施されるなど、防災・減災の取り組みを強化する考えのもと、編成されたものと理解しております。中でも、老朽化が進む排水管の更新につきましては、災害が発生した場合に広範囲に影響を及ぼす後継の大きい幹線排水管の更新事業費を増額するなど、より優先度を考慮しながら、令和14年度末までに耐震性に劣る初期ダクタイル鋳鉄管の全面解消を目指すとのことであり、その後も老朽化する管路の増加が見込まれることから、中長期を見据えた施設マネジメントの取り組みとして、管路の長寿命化や事業費の平準化に向けた検討も進められているとのことであります。引き続き、将来世代も含めた負担の公平性も考慮しながら、しっかりと震災対策に取り組んでいただくとともに、市民の皆様に対しては、こうした上下水道局の取り組みのほか、飲料水の備蓄をはじめ、市民の皆様に取り組んでいただく災害への備えについても、5年ぶりの開催となる、鳥羽けあげの一般公開など、あらゆる機会を活用して、周知に努めていただくよう求めます。令和6年度予算に加え、本市会では、水道の指定給水設備工事事業者、下水道の指定下水道工事事業者の指定や指定の更新にかかる手数料を新たに設ける条例が提案されています。受益者負担の適正化を図る観点から、必要な制度と認識をしておりますが、今後、徴収の対象となる事業者に対しては、丁寧な周知、説明を行い、円滑に制度を運用していただくことを求めておきます。
最後に改めまして上下水道事業は水需要の減少が続き、更新が必要な管路施設は増大する厳しい経営環境にありますが、大きな災害が発生した場合にも市民の命を守り暮らしを支えることができるよう、あらゆる知恵を絞って効果的効率的な対策を進め、災害に負けない強靭な水道下水道を構築していただくよう要望しまして、私の賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。次に北尾由佳議員に発言を許します。北尾議員。維新京都国民市会議員団は議第12号から15号および43号について賛成するとの態度を表明しておりますので、会派を代表し討論を行います。1月1日能登半島地震において犠牲になられました方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、いまだ避難所生活を送られております方々にお見舞いを申し上げます。上下水道局におきましては、能登半島地震の発災直後から災害支援にご尽力いただいておりますことに感謝を申し上げるとともに敬意を表したいと思います。最も重要なライフラインである上下水道を守るため、水道施設管路の改築更新や地震対策として約330億円の予算が盛り込まれていること、災害時における課題として注目される中、災害用マンホールトイレの設置を加速化されること等について評価いたします。令和5年度以降の使用水量は横ばいの見込みでありますが、物価高騰など厳しい経営環境が続くことに加えて担い手不足の課題もあり、さらなる民間活力の導入やスマートフォンアプリのリリースによるコスト削減をはじめ、現場でのデジタル化の検討を進め、業務の効率化と職員負担の軽減にさらに努めていただくことを求めます。その中で管路改築更新に関して、今後20年対応の可否を基準として更新を進められることは効率的であり、今後必要な老朽化更新対策にかかる予算の算定を早期に進め、水道料金を含め経営ビジョンをより明確に示す必要があると考えます。また引き続きお風呂需要の喚起や琵琶湖疎水の魅力発信、鳥羽の富士蹴上のツツジ一般公開事業など活発な上下水道事業の広報活動を通して市民の皆様に関心を持っていただく機会を作ること、今後芸術家やアニメキャラクターとのコラボによるさらに魅力的なデザインマンホール導入の検討と新たな広報手段により水需要の喚起に努めることも引き続き要望いたします。市バス地下鉄事業においては、新型コロナウイルス感染症の法的取り扱いが5類に移行されたことに伴い経営関係環境は回復見込みにありますが、燃料費等の物価高騰や2024年問題等の新たな課題が山積している、まだまだ厳しい経営状況下で増収増益を目指すためにはお客様の満足度を高める必要があります。本予算においてはバス停の上屋の新設に始まるバス待ち環境の向上に向けた取り組みや、一部の地下鉄駅トイレにおける生理用品無償提供の導入、東山駅の授乳スペースの継続、車内防犯カメラの充実等、すでに満足度向上に向けた取り組みが一定示されていることは評価しますが、京都が誇るスタートアップベンチャー企業をはじめとする民間の力を積極的に生かし、経営改善につなげていくべきであります。また運賃収入以外の収入として5億円以上を超えるふるさと納税の収入があることを考慮し、一層の返礼品充実に努め、ふるさと納税のさらなる獲得を目指していただくことも求めておきます。なりふり構わない経営改善の取り組みにより、運賃改定を避けるよう努力を継続しなければなりませんが、この度示された京阪京都交通の運賃改定から読み取れるように、
交通事業者を取り巻く経営環境は大変厳しく、交通局の努力だけでは市民生活を守ることはできません。敬老乗車証のあり方の再検討や、生活の足を支える新たな交通サービスの模索など、全庁を挙げた取り組みが求められます。今般、深刻な担い手不足に対応するため、新たな採用方法として、パートタイムの運転手の採用の実施を開始されましたが、これに関しても、さらなる採用方法の充実の検討を引き続きお願いいたします。また、京都市を訪れる観光客の増加が増収につながることはありがたい一方で、オーバーツーリズム対策が喫緊の課題になっております。観光特急バスの新設など、これまでにない取り組みが示されたことは評価しますが、市民と観光客の住み分けの徹底などが課題であります。加えて、新規バス路線の創出には、東大路通りの渋滞によるバスの運行時間の超過に始まり、バスの便が増えることにより、バス停で市民の方々が混乱されること、一日乗車券を利用される方が生活路線に流れ込むことなど、さまざまな懸念があります。観光客の方々を観光特急バスに誘導するため、視認性を高める策などを検討すること、実際に運用して以降も、市民の方と観光客の方の利用状況や動向をつぶさにチェックし、より効果的な対策の検討、柔軟な対応を実施することを求めまして、賛成討論といたします。ご清聴ありがとうございました。これをもって討論を終結いたします。これより評決を取ります。まず、議第1号及び議第164号を一括評決に付します。本案は委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。次に、議第3号ないし、議第6号、議第12号ないし、議第14号、議第16号、議第21号ないし、議第23号、議第29号、議第38号、議第40号、議第43号、議第45号、議第46号、および議第173号を一括評決に付します。本案は委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。次に、残余の議案15件を一括評決に付します。本案は委員長報告のとおり、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第5、議第17号、議第42号、および議第161号、京都市職員の懲戒免除、および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例、および京都市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ほか2件、以上3件を一括議題といたします。総務消防委員長の報告を求めます。総務消防委員長、田中孝則議員。本委員会に付託されました議第17号、京都市職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例および京都市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ほか2件につきまして、審査の過程において論議されました主な事項とその結果をご報告申し上げます。本委員会といたしましては、3月8日の本会議において付託を受け、19日に議第17号については行財政局に対し、議第161号については総合企画局に対し、議第42号については消防局に対し、それぞれ質疑を行った次第であります。はじめに、令和5年度分の議案について申し上げます。議第161号、国際親善交流基金条例の一部改正については、理事社から、
国際交流会館における非常用照明設備改修及び危険木の伐採に並びに、京都ケルン姉妹都市提携60周年を記念した文化、経済、学術等の交流事業の実施に必要な財源を充てるため、基金の一部を処分しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、国際交流会館の改修や危険木伐採の具体的な内容、基金を活用した令和6年度の取り組み予定、国際交流や外国人の受け入れ環境整備の重要性をしっかりと発信し、今後の寄付獲得につなげる必要性などについて質疑やご意見がありました。続きまして、令和6年度分の議案について申し上げます。まず、議第17号、職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例及び京都市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正については、D 社から、地方自治法及び地方自治法施行令の一部改正に伴い、規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、条例の趣旨及び条例改正の影響などについて、質疑やご意見がありました。次に、議第42号、火災予防条例の一部改正については、D 社から、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正の施行に伴い改正される建築基準法において、新たな用語が定義されることから、この用語を引用する規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、条例改正による消防用設備の規制や安全性への影響、法改正に伴う避難経路の確保と、京都アニメーション火災の発生を受けて策定した指針との関係性などについて、質疑やご意見がありました。概略、以上のような審査の後、各会派においてご検討いただき、その結果を昨日の委員会でご発表いただきましたところ、次のとおりでありました。すなわち自民党、維新、京都国民、共産党、公明党の各議員団はいずれも原案に賛成するとのことでありました。そこで直ちに評決を取りましたところ、ただいまお手元に配布してあります委員会報告書のとおり、全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。以上であります。これをもちまして委員長報告を終わります。これより評決を取ります。本案は委員長報告のとおり、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第6、議第24号、ないし、議第26号、議第30号、ないし、議第33号、議第47号、ないし、議第49号、および議第174号、京都市老人福祉法等に基づく施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ほか10件、以上11件を一括議題といたします。環境福祉委員長の報告を求めます。環境福祉委員長、西野幸子議員。に付託されました議第24号、京都市老人福祉法等に基づく施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ほか10件につきまして、審査の過程において論議されました主な事項とその結果をご報告申し上げます。本委員会といたしましては、3月8日の本会議において、付託を受け、19日に保健福祉局に対し、質疑を行った次第であります。はじめに、令和5年度分の議案について申し上げます。議題174号、動産の処分については、理事者から、
京都市中央斎場における残骨灰の原用化に伴い生じた貴金属を原用化業務の委託業者に売り払おうとするものであるとの説明がありました。これに対し残骨灰原用化の効果にかかる当初の見込みと現状の認識などについて質疑やご意見がありました。続きまして令和6年度分の議案について申し上げます。まず議題24号、25号、30号および33号、老人福祉法等に基づく施設の設備および運営の基準に関する条例の一部改正について他3件、以上4件については理事者から本市が設置する老人短期入所施設についてよりニーズが高く安定した運営を見込むことができる特別養護老人ホームへの転換にするホームへ転換するにあたり必要な規定を改正するとともに必要と認める場合はその実情を踏まえた居室定員に変更できるよう基準を整備するほか、すべての介護サービス施設事業所において虐待の発生またはその発生再発を防止する取り組みの実施が義務化されること等に伴い関係する規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。これらに対し個人情報保護や感染症対策の観点から国基準に基づき居室定員を1名とする必要性、高齢化に伴い需要増加が見込まれる老人短期入所施設の今後の見通し、介護サービス施設におけるこれまでの虐待防止にかかる取り組みの状況及び義務化以降の対応方針などについて質疑やご意見がありました。次に議題26号、障害福祉サービス事業所、障害者施設、障害者支援施設及び身体障害者福祉センター条例の一部改正については理事者から京都市身分身体障害者福祉会館について令和6年3月に竣工予定の京都社会福祉会館との合築施設に移転させることに伴いその位置を変更しようとするものであるとの説明がありました。次に議題31号、指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正については理事者からすべての介護サービス施設事業所において虐待の発生またはその再発を防止する取り組みの実施が義務化されることに伴い介護保険法の対象外である指定通所介護事業所における宿泊サービス事業所に対しても国と同様の基準を本市独自に義務付けようとするものであるとの説明がありました。これに対し施設間での高齢者虐待事例の共有状況、新たに事業所に義務付けられる取り組みのこれまでの実施状況、虐待防止にかかる権しました虐待防止にかかる研修と事業所が行う取り組みを積極的に支援する必要性などについて質疑やご意見がありました。次に議題32号、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に関する条例の一部改正については理事者から精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴い同法を引用する規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。これに対し今回改正する規定の適用状況及び適用する場合の手続きなどについて質疑やご意見がありました。他に、次に議題47号から49号、指定管理者の指定他2件、以上3件については理事者から京都市老人保養センター他2施設について指定管理者を指定しようとするものであるとの説明がありました。これらに対し老人保養センターを存続させるとともに運営を直営で行う必要性などについて質疑やご意見がありました。概略以上のような審査の後さらに各会派においてご検討いただきその結果を昨日の委員会でご発表いただきましたところ次の通りでありました。すなわち自民党、維新、京都、国民、公明党の各議員団はいずれも原案に賛成する、共産党議員団は議題33号および47号については反対し、
その他の議案についてはいずれも原案に賛成する。その上で議題25号に1個の付帯決議を付すとのことでありました。そこで直ちに表決を取りましたところ、ただいまお手元に配布してあります委員会報告書のとおり、議題33号および47号については多数をもって、残余の議案9件については全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。引き続きまして付帯決議の調整を行いました結果、会派の意見として議題25号に1個の意見を委員長報告の中で申し述べることに決定した次第であります。以下これについて申し上げます。議題25号に対する共産党議員団の意見、京都市短期入所施設の廃止においては短期入所事業の供給状況を把握し、京都市の責任で全ての利用希望者が利用できるように増資をすること、以上であります。これをもちまして委員長報告を終わります。これより討論を行います。発言の通告がありますのでこれを許します。玉本成美議員。玉本議員。日本共産党京都市会議員団は議第24号京都市老人福祉法等に基づく施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正、議第25号京都市特別養護老人ホーム条例の一部改正、議第30号京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正については賛成し、議第33号の京都市老人短期入所施設条例を廃止する等の条例の制定については反対の態度を表明しておりますので、私はその理由を述べ討論いたします。まず反対を表明しています議第33号については、下京区の京都市菊浜短期入所施設の40名、伏見区の京都市東高瀬川短期入所施設の30名、伏見区の京都市春日丘短期入所施設の30名分を廃止するものです。合わせて議第25号において改めて短期入所を菊浜は3名、東高瀬川はと春日丘はそれぞれ2名を設置するとしています。すなわち合計100名だった短期入所施設がたった7名になることになります。その影響について委員会での質疑では短期入所の利用が減っており問題はないとの答弁でしたが、果たして本当にそうでしょうか。実際利用者が減っているとはいえ、例えば菊浜では令和4年度の稼働率は40人に対して 63.5% であり 25.4 人の利用ということになります。それがわずか3人でいいのかということであります。介護福祉関係者にお聞きしますと、多くの方が短期入所の削減については懸念の声を寄せておられます。宿泊サービスを提供する小規模多機能施設などが増えてきてはいますが、新型コロナウイルスでこの間は手控えが起こり、短期入所の利用も影響を受け減少傾向にあったと思われます。これから高齢化がさらに進み利用希望者が増大する可能性は十分あります。93名分の短期入所の数を減らすのではなく、公的な責任において短期入所の受け皿を確保することこそ京都市の責務です。よって反対するものです。議第25号では短期入所の供給状況の把握を行い、京都市の責任で短期入所施設などを含め短期入所の受け入れを行うベッド数を確保するよう付帯決議を提案いたしました。京都市当局の最大限の取り組みを求めるものです。議第24号の老人福祉法等、議第30号の介護保険法に基づく事業及び施設の人員、
設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、議第30号で廃止した京都市の短期入所施設を特別養護老人ホームに転換するものです。その際に建設費の経費をかけることなく、整備が可能となるように、本市の独自基準を整備し、4人以下の多床室とすることも可能とするものです。新規の特別養護老人ホームの設置は、プライバシーの保護のために、原則は1人部屋とされています。さらに、新型コロナウイルス感染での教訓としても、個室で隔離され、感染対策にもなります。ただし、介護保険の制度の問題として、1人部屋のユニット型になると、利用料が高く入所できないという声の、いう方の声も多くあり、多床室を希望される方がおられるのも実態です。したがって、今回の4人部屋が中心となる特別養護老人ホームへの転換には賛成いたしますが、必要に応じて、負担能力に応じての利用料で1人部屋に入所できるよう、制度の改善を国に求めるとともに、対策を行うこと、および利用者の人権が守られ、感染時等の対策も十分に取られるように、行政の責任として見届けるよう強く求めます。虐待防止に対しても、努力義務から義務化されることを重んじ、指導を強化することを求め、討論とさせていただきます。ありがとうございました。これをもって討論を終結いたします。これより表決を取ります。まず、議第33号および議第47号を一括表決に付します。本案は委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。次に、残余の議案9件を一括表決に付します。本案は委員長報告のとおり、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第7、議第19号、議第20号、議第34号、議第50号、議第162号、議第165号、ないし、議第171号、および議第175号、ないし、議第178号、京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、ほか15件、以上16件を一括議題といたします。文教育委員長の報告を求めます。文教育委員長、江村理沙議員。に付託されました議第19号京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、ほか15件につきまして、審査の過程において論議されました主な事項とその結果をご報告申し上げます。本委員会といたしましては、3月8日の本会議において付託を受け、19日に議第19号、20号、50号および162号の4件については、文化市民局に対し、議第34号および175号から178号の5件については、子ども若者育み局に対し、議第165号から171号の7件については、教育委員会に対し、それぞれ質疑を行った次第であります。はじめに令和5年度分の議案について申し上げます。まず、議第162号交通安全対策事業基金条例の廃止については、理事者から令和3年度決算により、基金の全額を取り崩し、また活用の見込みもないことから、これを廃止しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、基金の活用事例、基金廃止後も一般財源を確保し、事業を継続する必要性などについて質疑やご意見がありました。次に、議第165号、私立西総合支援学校増築工事受け入れ契約の変更については、理事者から賃金及び物価の変動に伴い、
当初の請負金額が不適当となったため、請負人からの請求により、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等に基づき、積算した額に変更する必要が生じたことや、工事で使用する建材等の原材料価格が高騰したことに伴い、請負人からの請求を受け、契約書の規定に基づき、請負金額を変更する必要が生じたことのほか、建設発生度の処分について、発注段階で指定していた事業者から、他の事業での受け入れ等により、受け入れ容量が不足していることを理由に、受け入れを辞退したい旨の申し出があったことから、処分事業者を変更することとなり、処分費用を増額する必要が生じたことから、請負契約の変更契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、建設発生度に係る処分事業者の受け入れ要領を事業者を指定する段階で把握する必要性などについて質疑やご意見がありました。次に、議第166号から168号、清涼中学校区小中一貫教育校、施設新築工事、請負契約の変更、ほか2件、以上3件については、理事者から賃金および物価の変動に伴い、当初の請負金額が不適当となったため、請負人からの請求により、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等に基づき、積算した額に変更する必要が生じたことや、工事で使用する建材等の原材料価格が高騰したことに伴い、請負人からの請求を受け、契約書の規定に基づき、請負金額を変更する必要が生じたことから、それぞれ請負契約の変更契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。次に、議第169号から171号、小栗栖中学校区小中一貫教育校、施設新築工事、請負契約の変更、ほか2件、以上3件については、理事者から賃金および物価の変動に伴い、当初の請負金額が不適当となったため、請負人からの請求により、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等に基づき、積算した額に変更する必要が生じたことや、工事で使用する建材等の原材料価格が高騰したことに伴い、請負人からの請求を受け、契約書の規定に基づき、請負金額を変更する必要が生じたことのほか、建設発生度の処分について、発注段階で指定していた事業者から、他の事業での受け入れ等により、受け入れ要領が不足していることを理由に、受け入れを辞退したい旨の申し出があったことから、処分事業者を変更することとなり、処分費用を増額する必要が生じたことから、それぞれ請負契約の変更契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。これらに対し、建設発生度処分地の変更に伴う契約変更額が、西総合支援学校の増築工事よりも大きくなった要因、学校統合に伴い、並行となる各小学校の跡地活用にかかる地元との協議状況などについて質疑やご意見がありました。次に、議第175号から178号、訴えの提起については、理事者から相手方に対し、母子及び父子並びに、家父福祉法に基づく母子福祉資金貸付金の償還金の支払いを請求したが、償還に応じようとしないため、本市からの支払い督促の申し立てを受けた裁判所が、相手方に支払い督促を行ったところ、これに対して相手方が適法な督促異議の申し立てを行ったことにより、本市の支払い督促の申し立て時に訴えの提起があったとみなされたため、訴訟の継続または裁判上の和解を行おうとするものであるとの説明がありました。これらに対し、書面だけでなく、電話でも相手方の状況を確認する必要性、困難な問題を抱える女性を支援するために、正規職員を増員し、関係部署間の連携を図る必要性などについて、質疑やご意見がありました。続きまして、令和6年度分の議案について申し上げます。まず、議第19号、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部改正については、理事者から行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴い、規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。次に、議第20号、個人市民税の控除対象となる特定非営利活動法人に対する寄付金を定める条例の一部改正については、理事者から特定非営利活動法人激減について、本条例において個人市民税の控除対象となる NPO 法人としての指定を解除しようとするものであるとの説明がありました。次に、議第34号、
児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業の設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正については、理事者から児童福祉法及び児童福祉法施行規則の一部改正により、児童自立生活援助事業の実施場所が拡充されることに伴い、基準等を改めようとするものであるとの説明がありました。次に議第50号、特定の事務を取り扱う郵便局の指定については、理事者から地方公共団体の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する法律の規定に基づき、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の発行、更新等に係る事務を取り扱わせる郵便局の名称、取扱い事務及び期間について指定しようとするものであるとの説明がありました。概略以上のような審査の後、さらに各会派等においてご検討いただき、その結果を昨日の委員会でご発表いただきましたところ、次のとおりでありました。すなわち自民党、維新、京都、国民、公明党の各議員団及び無所属の委員はいずれも原案のとおり賛成する。共産党議員団は議第19号、50号および166号から171号については反対し、その他の議案についてはいずれも原案に賛成するとのことでありました。そこで直ちに表決を取りましたところ、ただいまお手元に配布しております委員会報告書のとおり、議第19号、50号および166号から171号については多数をもって、残余の議案8件については、議会全会一致をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。以上であります。これをもちまして委員会報告を終わります。これより評決を取ります。まず議第19号、議第50号および議第166号、ないし議第171号を一括評決に付します。本案は委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。次に残余の議案8件を一括評決に付します。本案は委員長報告のとおり、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第8、議第37号、議第163号、および議第172号、京都市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、ほか2件、以上3件を一括議題といたします。まちづくり委員長の報告を求めます。まちづくり委員長、松田恵子議員。本委員会に付託されました議第37号京都市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、ほか2件につきまして、審査の過程において論議されました主な事項と、その結果をご報告申し上げます。本委員会といたしましては、3月8日の本会議において付託を受け、21日に議第37号については、都市計画局に対し、議第163号および172号の2件については、建設局に対し、それぞれ質疑を行った次第であります。はじめに令和5年度分の議案について申し上げます。まず、議第163号、緑化公園管理基金条例の一部改正については、理事者から、緑化事業の推進及び都市公園の管理に必要な財源に充てるため、特殊緑化公園管理基金の一部を処分するとともに、受納した寄付を同基金に積み立てようとするものであるとの説明がありました。これに対し、基金の設立趣旨及び寄付の獲得に向けた取り組み状況、錦防潮公園の再整備に基金を充当する理由及び具体的な整備内容、令和6年度の基金の充当予定などについて質疑やご意見がありました。次に、議第172号指導路線の認定については、理事者から、都市計画事業、伏見西部第4地区、土地区画整理事業の施行により、建設した道路など、合計7路線を認定しようとするものであるとの説明がありました。
続きまして、令和6年度分の議案について申し上げます。議第37号市営住宅条例の一部改正については、理事者から、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴い、規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。これに対し、DV 被害者からの入居申請に際して、個人情報への配慮やさまざまな支援を行う専門機関との連携など、市営住宅の管理者に求められる責務に対する認識などについて、質疑やご意見がありました。概略以上のような審査の後、さらに各会派等においてご検討いただき、その結果を昨日の委員会でご発表いただきましたところ、次のとおりでありました。すなわち、自民党、維新、京都、国民、共産党、公明党、民主、市民フォーラムの各議員団及び無所属3名の委員は、いずれも原案に賛成するとのことでありました。そこで直ちに評決を取りましたところ、ただいまお手元に配布してあります委員会報告書のとおり、全会一致をもっていずれも原案のとおり、可決すべきものと決定した次第であります。以上であります。これをもちまして、委員長報告を終わります。これより評決を取ります。本案は委員長報告のとおり、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第9、議第51号、京都市長等の給与の額の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。これより評決を取ります。本案は議案の説明及び委員会付託を省略の上、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第10、議第52号、京都市副市長の選任についてを議題といたします。これより評決を取ります。本案は議案の説明及び委員会付託を省略の上、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。多数であります。よって本案は原案のとおり同意することに決しました。この場合、岡田副市長に発言を許します。発言のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し上げます。ただいまは私の副市長の再任について、ご同意を賜り、誠にありがとうございます。松井市長の補佐役という大変重要な役割を担わせていただくことになり、改めてその責任の重さに、身の引き締まる思いでございます。この上は松井市長の下で新たな気持ちで突き抜ける世界都市京都の実現に向けて、そして何よりも京都市民の皆様の幸福と京都市の発展に全力で力を注ぎたいと決意をいたしております。もとより私自身は甚だ微力であります。二人の副市長、そして多くの職員の皆さんと力を合わせて職務に当たってまいります。司会の先生方とは今後とも二元代表制の下で丁寧に議論対話をさせていただいた上で、しっかりと連携をさせていただく所存でございます。引き続きご指導賜りますよう、ご鞭撻賜りますよう、心よりお願いを申し上げまして、簡単ではございますけれども、私の御礼のご挨拶と決意の表明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。進行いたします。日程第11ないし日程第18、議第53号、京都市固定資産評価審査委員会
委員の選任について、ほか7件、以上8件を一括議題といたします。これより評決を取ります。本案は議案の説明及び委員会付託を省略の上、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり同意することに決しました。日程第19、議第61号、京都市教育長の任命についてを議題といたします。これより評決を取ります。本案は議案の説明及び委員会付託を省略の上、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。多数であります。よって本案は原案のとおり同意することに決しました。日程第20、議第62号、包括外部監査契約の締結についてを議題といたします。これより評決を取ります。本案は議案の説明及び委員会付託を省略の上、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第21、これより常任委員の選任を行います。常任委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長からただいまお手元に配布してあります。名簿のとおり指名いたします。日程第22、これより司会運営委員の選任を行います。司会運営委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長からただいまお手元に配布してあります。名簿のとおり指名いたします。日程第23、ないし日程第25、司会議第42号、障害者相談支援事業に係る消費税の取り扱いに関する財政支援および非課税事業への見直しを求める意見書の提出について、ほか2件、以上3件を一括議題といたします。これより評決を取ります。本案は議案の説明および委員会付託を省略の上、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第26および日程第27、司会議第45号、持続的な学校運営体制の構築に向けた教員定数および給与の改善を求める意見書の提出について、ほか1件、以上2件を一括議題といたします。お諮りいたします。本案は議案の説明および委員会付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、省略いたします。これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。赤坂仁議員。赤坂議員。日本共産党市会議員団は、自民党、維新、京都、国民、公明党、民主市民フォーラム議員団、無所属2名の共同提案する持続的な学校運営体制の構築に向けた教職員定数および給与の改善を求める意見書に反対し、我が党議員団提案の子どもたちに最善の教育を保障するため、教職員定数を抜本的に増やすよう求める意見書に賛成しておりますので、その理由を述べて討論します。自民党などの共同提案の意見書が、学校において教員不足が喫緊の課題となっていると指摘していることは重要です。京都市においては、今年度、京都市立学校で160名を超す教員の欠員が生じており、生まれており、公教育崩壊の危機にあると言っても過言ではありません。異次元の少子化対策を謳う岸田自公政権が全国的に引き起こしている教員不足の解決は喫緊の課題です。それでは解決策はどうあるべきでしょうか。自民党などの共同提案である意見書は、処遇改善として教職調整額の一律支給の見直しと新たな手当の創出を挙げています。しかしながら、これは教員のなり手不足の原因を解決するどころか、事態をさらに悪化させるものです。
現在、給特法の改正が求められ、教職員の多忙化と長時間労働の解消が求められています。教職調整額一律 4% の支給から最高 10% まで引き上げるなどが検討されていますが、教員を野放図な長時間労働で働かせることに変わりはなく、時間外手当の不払いを継続することは許されません。ただ働き労働禁止の原則からも、時間外手当の支給を行うことこそ必要です。また、新たな手当の創出として、担任手当の支給等が検討されていることは、職務職階級を強化し、教職員間の教員評価や分断支配を強めるものであり、反対です。すべての教職員の処遇改善こそ進めるべきです。日本共産党提案の子どもたちに最善の教育を保障するため、教職員定数を抜本的に増やすよう求める意見書について述べます。学校教育における最大の問題は、教員が足りないことであります。授業のみならず、部活動やさまざまな事務作業、学校行事、また増え続けている不登校の子どもたちや、いじめ問題への対応など、さまざまな課題が山積みです。教員の過重な負担が長時間労働の原因となって、給食による欠員が増え、悪循環を招いています。このような教職員の多忙化を解消するためには、教員1人当たりの授業時数を減らして、抜本的に教職員の定数を増やすことです。教育委員会は来年度、当初から常勤講師を増やすと言いますが、現場の教職員が最も強く求めているのは、正規教職員を増やすことです。第7次定数改善計画から16年間抜本的な定数改善がなされていません。だからこそ、国は第8次定数改善計画を作成し、現場の定員増を図るべきであります。以上、申し述べて討論といたします。ありがとうございました。これをもって討論を終結いたします。これより評決を取ります。まず、市会議第46号を評決に付します。本案は原案の通り可決することに賛成の方の起立を求めます。少数であります。よって本案は否決されました。次に市会議第45号を評決に付します。本案は原案の通り可決することに賛成の方の起立を求めます。多数であります。よって本案は原案の通り可決されました。日程第28、市会議第47号、若者のオーバードーズ、市販薬の過剰摂取防止対策の強化を求める意見書の提出についてを議題といたします。これより評決を取ります。本案は議案の説明及び委員会付託を省略の上、原案の通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決されました。日程第29、市会議第48号、外国法人や外国人による土地等の取得、利用を制限する法整備を求める意見書の提出についてを議題といたします。これより評決を取ります。本案は議案の説明及び委員会付託を省略の上、原案の通り可決することに賛成の方の起立を求めます。多数であります。よって本案は原案の通り可決されました。日程第30および日程第31、市会議第49号、今国会での政治資金規正法の改正を求める意見書の提出について、ほか1件、以上2件を一括議題といたします。お諮りいたします。本案は議案の説明および委員会付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、省略いたします。これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。江本佳代子議員。江本議員。日本共産党市会議員団は、自民党、維新、共闘、国民、公明党、民主市民フォーラム議員団、
および無所属議員1名提案の今国会での政治資金規正法の改正を求める意見書に反対し、日本共産党議員団提案のパーティー券も含めた企業団体献金全面禁止と裏金作りに関与した議員らの証人喚問を求める意見書に賛成する態度を表明しておりますので、議員団を代表して討論いたします。3月25日に発表された報道各社の世論調査結果で、自民党派閥の裏金事件を受け、衆参両院で開かれた政治倫理審査会での自民党議員の説明に対する不満を示す回答が圧倒的多数を占めました。読売の世論調査では、政治倫理審査会の出席者の説明に納得できないが 81% に上り、納得できるはわずか 5% でした。日経調査は、国会での参考人招致や証人喚問が必要かどうかの質問に、必要は 78% を占め、必要ではないの 14% を大幅に上回りました。自民党などの提案の今国会での政治資金規正法改正を求める意見書には、当事者が説明責任を果たそうとしていると書かれていますが、説明責任を果たそうとしていないから国民は証人喚問を求めているのではないですか。自民党調査では、政治資金収支報告書の不記載額は85人で計5億7949万円です。これを仮にパーティーという事業による収入とみなし、事業所得として課税すれば合計1億3533万円以上となります。今年は消費税のインボイス制度が強行され、最初の確定申告が行われました。物価高騰や原材料高が日々の営業を直撃している中小業者の皆さんからは、私たちは1円単位の計算が厳しく求められるのに、政治家は脱税が許されるのか、収支報告書の不記載なんて考えられないと激しい怒りの声が上がっています。国民の激しい怒り、深刻な政治不信を招いています。そもそも企業献金は、営利目的の企業が利益にならない献金をすれば背任罪にも訴えられかねない一方、効果があれば収賄罪の罪に問われる性質のものであり、また国民主権の根本原則に照らせば、企業に政治献金を許していること自体が政治を歪めかねない重大な問題です。パーティー券は収入の一部が議員個人にキックバックされたり、販売額の一部が派閥に上納されずに中抜きされたりして議員の裏金になっています。裏金が選挙買収に使われれば公選法違反、議員個人の隠れ所得なら所得税法違反です。衆参両院で政治倫理審査会が開かれ、安倍派の清和政策研究会事務総長を務めた元文部科学省など同派の主な幹部が政治倫理審査会で弁明しましたが、どの幹部もわからない、知らないと述べるのみで、自民党からも疑惑が深まった側面もあるなどの声が上がっています。誰がどうやって裏金を作り、何に使ったのか徹底解明するには、憲法62条に定められた国政調査権を国会が行使し、裏金作りに関与した議員らに偽証すれば罰せられる証人喚問の実施を行うべきです。同時に問題の根を断つには、パーティー券購入を含む企業団体献金の禁止が必要です。自民党などの提案の
今国会での政治資金規正法の改正を求める意見書にはそれらが抜け落ちています。報告義務不履行や記載漏れの問題に矮小化すべきではありません。事実を解明し問題の根を絶たなければ国民の政治への信頼を回復する責務は果たせません。国会では野党は承認喚問を要求することで一致しています。同僚議員の皆様の賛同を求めて討論といたします。これをもって討論を終結いたします。これより評決を取ります。まず市会議第50号を評決に付します。本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。少数であります。よって本案は否決されました。次に市会議第49号を評決に付します。本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第32、市会議第51号、地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー循環経済の一層の推進を求める意見書の提出についてを議題といたします。お諮りいたします。本案は議案の説明及び委員会付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、省略いたします。これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。富樫豊議員。富樫議員。日本共産党京都市会議員団は、自民党、公明党、無所属議員1名が共同提案している地方創生に貢献するサーキュラーエコノミーの一層の推進を求める意見書案に反対を表明しておりますので、その理由を大きく2点にわたって述べます。第一に、資源循環ビジネスの創出への支援の強化、リユース製品の循環環境の整備と狭い意味での事業者への支援をについて述べるのみで、循環型社会形成に向けた企業の社会的責任である拡大生産者責任のさらなる徹底について言及がないという問題点です。拡大生産者責任とは、生産者が製品の生産使用段階だけでなく廃棄リサイクル段階まで責任を負うという考え方です。循環型社会形成推進基本法においても、大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会様式によって大量に廃棄物が生み出された過去の反省に立ち、拡大生産者責任の考え方が盛り込まれています。ヨーロッパでは拡大生産者責任を徹底することで、個人や企業の意識や善意に頼るのではなく、経済の仕組みによってゴミそのものが生まれにくい社会構造に変える実践が進められています。日本においてはプラスチック資源循環法が2022年4月から施行されましたが、企業の負担は限定的で、自治体と住民に負担を負わせる仕組みは変わっていません。これでは抜本的にゴミを減らし循環型社会を構築することはできません。政府は拡大生産者責任の立場で廃棄物資源循環行政を抜本的に見直すべきです。第二に、脱炭素かつ持続可能な適正処理と言いながら、大型焼却炉を前提とした廃棄物処理の広域化、廃棄物処理施設の集約化を推進しようとしている点です。現在、政府は熱回収などと称し、焼却の排熱を発電に回す大型焼却炉建設を推進しています。しかし、燃やせばよいという政策は、生産者によるごみ減量化や再利用を妨げ、焼却発電のため、ごみ量を固定化しかねません。日本政府は、廃プラスチックの7割を燃焼処理、焼却処理し、そのうち8割弱はエネルギー回収によって
リサイクルできていると主張していますが、国際的にはリサイクルとは認められていません。なぜならプラスチックや合成繊維などを燃やすことは化石燃料を燃やすことと同じであり、二酸化炭素を排出するからです。政府は焼却によるエネルギー回収をリサイクルだとする考えを改めるべきです。施設整備計画にあたって排熱の利用そのものを否定するものではありませんが、熱回収を自己目的化するのではなく、あくまでも当該地域におけるごみ減量にこそ主眼を置いて考えられるべきです。拡大生産者責任を前提としながら、行政と地域住民が二人三脚で二酸化炭素を発生させるプラスチックなどの利用そのものを削減しながら、ごみではなく資源として循環させる社会、生ごみなども堆肥などとして地域に循環させる社会、焼却処分に頼らなくてもいい社会構築を目指して取り組むことに力点を置く必要があるのではないでしょうか。そうしたことを考えると、政府は廃棄物処理のさらなる広域化集約化ではなく、あくまでも住民の身近なところで完結する廃棄物行政、資源循環行政こそ目指すべきです。軸内処理の原則を堅持すべきです。なお、意見書でも政府通知においても持続可能な適正処理という言葉が使われていますが、原子力発電に関しては、そこから大量に生み出される放射性廃棄物の最終処分については、見通しもないままに実用化が認められてきたことは、適正処理とは程遠く、日本の廃棄物行政の最大の汚点ではないでしょうか。廃棄物行政の観点からも、原発は直ちに廃炉が相当であるということも指摘しておきます。日本共産党は、真の資源循環社会の実現、持続可能な経済社会を実現するために、引き続き環境問題に徹底的に取り組むことを表明して反対討論といたします。ご清聴ありがとうございました。これをもって討論を終結いたします。これより表決を取ります。本案は原案の通り可決することに賛成の方の起立を求めます。多数であります。よって本案は原案の通り可決されました。日程第33、市会議第52号武器輸出の禁止を求める意見書の提出についてを議題といたします。お諮りいたします。本案は原案の説明および委員会付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め省略いたします。これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。山田浩二議員。山田議員。日本共産党京都市会議員団は、我が党および無所属の伊崎議員と共同提案している武器輸出の禁止を求める意見書案に賛成しておりますので、その理由を述べ討論します。岸田政権は3月26日、日本、イギリス、イタリアが共同開発・生産する次期戦闘機の日本から第三国への輸出を可能にする閣議決定を強行しました。これは昨年12月の殺傷武器輸出解禁に続く暴挙であります。殺傷武器の輸出拡大は、戦争国家づくりを目指す安保三文書に基づくもので、平和国家として戦後の歩みを大元から覆し、国際紛争助長国家、死の承認国家への道を突き進むことにほかなりません。1976年、政府見解は、武器の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争を助長することを回避するため、政府としては従来から慎重に対処しており、今後とも次の方針により処理するものとし、その輸出を促進することはしない。これが武器輸出についての政府の統一見解であります。当時、宮沢喜一外相は、我が国は兵器を輸出し、
金を稼ぐほど落ちぶれていないと答弁しました。1981年には衆参本会議で武器輸出三原則の厳格な運営を求める決議を全会一致で可決しています。この武器輸出三原則は第二次安倍政権時代の2014年に撤廃され、防衛装備移転三原則なるものに置き換えられ、平和国家としての戦後の歩みを大元から覆し、国際紛争助長国家、知能承認国家へと大転換図られました。次期戦闘機はいずれの国においても実現されていない新たな戦い方をする最新鋭機であり、殺傷武器の最たるものです。イギリス、イタリアにとっては、イギリス、イタリア、ドイツ、スペインが共同開発したユーロファイターの後継機であります。ユーロファイターはサウジアラビアに輸出され、イエメン内戦で空爆を行い、多数の民間人が犠牲になりました。次期戦闘機が第三国に輸出された場合、さらに破滅的な攻撃に使用される危険性があることは明白であります。政府・与党は3つの限定といいますが、限定するものではありません。1つ目の限定、輸出する国は次期戦闘機に限るとしていますが、強力な殺傷能力を持つ最新鋭機を可能にして、その他は輸出できないという理屈は成り立ちません。2つ目の限定、輸出先は日本と防衛装備品、技術移転協定を締約している国に限るとしていますが、現在15カ国と結んでいるこの協定は、国会の関与もなく、政府の一存でいくらでも増やすことができます。3つ目の限定、現に戦闘が行われている国は除外するも、日本が輸出した後に戦闘を開始する事態は十分あり得ます。個別の案件ごとに閣議決定するとして、輸出を決定する前に二重の閣議決定でより厳格なプロセスを経ると述べましたが、閣議決定のみで進めるということは、国会と国民と国会に諮らず、政府与党の密室で進めることにほかならず、なんと何ら判断ら歯止めになりません。日本が開発生産に加わる次期戦闘機が向こうの市民の命を奪うとともに、戦闘機をはじめとする殺傷兵器の輸出競争を激化させ、逆に地域の安定を脅かす可能性は全く排除されていません。2023年の閣議決定での改定で、外国企業に特許料を払って日本で生産するライセンス生産品について、ライセンス元の国への完成品輸出を可能にしました。わずか3ヶ月後の昨日、26日にさらに第三国への輸出までに可能にする閣議決定を強行しました。まさになし崩しとはこのことではありませんか。政府は第三国への輸出について市場が大きくなり効率化するなどと、販売拡大でコストを安くし、他売により儲けを増やす、まさに市の商人の論理を露骨に表明しました。三菱重工など軍需産業の儲けのためなら、命を犠牲にしても致し方がない、国際紛争を煽り立てて、経済の糧にすると言っているのに等しく、市の承認国家への堕落であります。日本国憲法全文は、我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認したとあります。戦争の備えでは、平和は守れません。日本世論調査会が昨年7月末にまとめた平和に関する全国世論調査では、平和外交に力を入れる、戦争放棄を掲げた憲法9条を守るは合わせて 60% であり、防衛力を増強し他国から攻められないようにするは 21%、日米安保条約を堅持するは 6% と少数です。岸田政権は次期戦闘機への第三国への輸出という歴史的暴挙を国会を無視し、自民党、公明党の協議と一辺の閣議決定で強行しました。議会制民主主義を踏みにじるものであり、断じて認められません。閣議決定を撤回し、
武器輸出三原則の立場に戻ることを強く求め、武器輸出の禁止を求める意見書へのサインを求めて討論といたします。ありがとうございました。これをもって討論を終結いたします。これより評決を取ります。本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。少数であります。よって本案は否決されました。この場合議長からお諮りいたします。司会運営委員会が所管する事項、各常任委員会が所管する関係局の事務の調査およびただいまお手元に配布してあります文書のとおり、本日委員会に回復いたしました陳情276件の審査はいずれも閉会後も継続して行うことにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、作用を決します。本日はこれをもって散会いたします。司会説明委員および傍聴されている方は本会議が終わりましたのでご退席願います。